はい、どうもスタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。2週間ぐらいアップできずに大変申し訳ございませんでした。まあ今もちょっとね、そうなんですけど、レースがねちょっと続いてたのもあったんですけど、風邪をひいてしまいまして、全くね声が出ずに、今もしゃがれた声になっていまして、大変お聞き苦しいところもあるかなと思いますが、まあこんな声でもちょっとアップしていこうかなと思っております。まずはですね、お知らせの方をアップしていきたいと思います。当店ですね、冬季のオーバーホール、メンテナンス作業ですね、ご予約制とさせていただきまして、まあそのですね受付に関するお話でございます。雪国新潟、長岡、当店にはですね、まあ、冬になると大体2メーターぐらいのね雪の壁ができるぐらいに大雪が降ります。はい。で毎年ですね、まあ、当店では、まあ、この冬の時期ですね、メンテナンスの作業に集中をさせていただいておりまして、1週間にですね大体 4,5 台ぐらいのバイクをですね、まあ、ご予約をいただいた型の順番にですね、これオーバーホールメンテナンスをさせていただいております。でオーバーホールやメンテナンスのですね、まあ冬のねオーバーホールメンテナンスの作業開始時期に関しては、11月初旬から3月の初旬までを予定しています。まあ通常のですね修理は普通にこの9月、10月ぐらいはね、やらせていただいておりますので、通常のメンテナンスはお持ち込みください。はい。で、オーバーホールやメンテナンスに関しては、他店ご購入の場合でもですね、バイクの方作業させていただきますので、ご予約よろしくお願いいたします。で、よく聞かれるお話なんですけど、まあ、おおよそ、消耗部品関係の交換時期ってどのぐらいなのかというような感じですね。まあ一応ロードバイクの場合、まあこんな感じになってるかなというところで書いておきましょう。だいたいまあタイヤが3000から4000キロ、チェーンが3000から4000キロに1回交換。で、ワイヤーはですね、ブレーキとシフトですね。これがだいたいまあタイヤとチェーン2回交換する時期にですね、ワイヤーも一緒に交換した方がいいかなというところでございます。で、ディスクブレーキに関しては、まあこれブレーキのかけ方にもね、よってちょっと変わってくるかなと思うんですけど、パッド、オイルの、交換ですね、だいたい6000キロぐらいかなというところでございます。で、カセットスプロケットに関しては、だいたいチェーンを3回から4回ぐらい交換して1回まあ交換かなというところです。で、まあ全部バラして、フルオーバーホールしましょうっていうような感じのところですね。まあこれは、まあ距離にもよるんですけど、だいたいまあ1万から1万5000キロに1回ぐらいはやっといた方がいいかなというところでございます。まあ今年は雨が多かったんでね、オーバーホールされる方も多いかもしれないですね。はい。で、まあ、このぐらい乗ってる方は、冬の時期にですね、しっかりメンテナンスをしてあげて、春の乗り出しにですね、備えましょう。はい。で、当店のですね、冬季のオーバーホールに関しては、本日ホームページの方にちょっと詳細をアップしましたので、まあ、ご確認の上、ご予約よろしくお願いいたします。電話、メール等でですね、ご予約いただけますのでよろしくお願いいたします。本当ね、今年雨のイベントが多くて、まあ私もですね、この8月9月かな、雨ばっかりだったんですけど、できる限りですね、これ早めにオーバーホールしておいた方がよろしいかなと思ってます。まあこの8月9月ね、マゼの4体、ピークス、あと新潟ヒルクライム、この前の南魚沼 2days 全部ね雨、すべて雨、もうねこの2ヶ月ぐらいでね、2回ぐらいオーバーホールしてます。オーバーホール近いメンテナンスをね、自分のバイクでやりました。で、雨のイベントにですね参加された方はですね、長時間ちょっと放置していると
ベアリングがすごいね、錆びて、動かない状況になったりとか、しますので、お早めのですね、メンテナンス、ご予約よろしくお願いいたします。まあ、このですね、10月中でもですね、ベアリングの部分だけでも、まあ、オーバーホールしておいた方がよろしいかなと思います。はい。で、メンテナンスのですね、お見積もりの方をですね、自転車をお持ちいただければ、いつでもやりますので、メール等でですね、まあ、ご予約、ちょっとお見積もり予約みたいな感じでね、入れていただくと助かります。よろしくお願いいたします。ちょっと声やばいっすね。はい。で、こっから本題。9月のですね、初旬に開催されました、新潟ヒルクライムに行って、ゲストライダーで参加されておりました、鈴なり妖怪、鈴ちゃんのですね、バイクをチェックしていきたいと思います。レース中ですね、大雨だったんですけど、ゴール後すぐに撮影の協力いただきました。はい。まあ、昨年よりですね、アップグレードされた、鈴ちゃんのバイクチェックしていきましょう。それでは、どうぞ。はい、おはよう。はい、おはようかい。はい、はい、どうも。はい、1年ぶりに山に、はい、参上しました。はい、はい、ヘルメット、すごいね。すーちゃん、はいはいはい、新潟ヒルクライム。はい、はい、今日どうでした？今日は、今日はちょっと作戦的には一定ペースでというよりは、うん、上がる人がいたらそこに一緒に乗っかって、なるほど、ペースの上げ下げに対応する練習をしようと、はいはい、そういう、まあ、作戦で行ったんですけども、はい、早い方が結構いっぱいやった。そうね、はいはい、途中までつけたとしても、うん、見事に見送る形になっちゃうので、はい、まだまだね、精進が足りないということで、はいはい、また後半シーズン始まっていくので、はい、頑張ろうと思います。はい、はい、頑張ってください。はい、つらかったです。はい、で、今日のバイク、はい、はい、てー、はい、去年と違うね。そうですね、今日はキャノンデールのね、はい、スーパーシックセーブをハイモッドに乗らせていただいたんです、はい、乗らせていただいていたんですが、はい、今年はですね、ラブ71に、はい、4月から乗らせていただいております。パワーアップした。そうですね、結構もう全体的にこのハンドルもモモハンで、そうね、めちゃくちゃエアロで、はいはいはい、で、ポンポン、はい、ユライス、はい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 、はい、なっております。はい、で、ガーミンの、はい、ガーミンのパワーメーターで、はい、はい、で、ガーミンの最新版の、そうですね、はい、もうほぼ iPhone みたいな、そうね、はい、結構ね、大きいんですけど、はいはいはい、画面もめちゃくちゃ、はい、マップとかもね、めちゃくちゃ見やすいんですよね、うん、でかい。そう、関東も結構ちょっと今雨なんで、あれももうちゃんと、はい、反応するね。そうなんですよ、もう Google マップのように、すげえ、すげえ、画面が、はい、こんな感じで、ね、使わせていただいております。はい、ちょっとバイク全体映します。はい、ホイールはでもあれだね、ホイールはね、そう、純正ね、はい、ホログラム使ってます。で、サポートのマキスのタイヤ。そうです。はい、ハイトがね、はい、ハイト前回50だったんですけど、うん、今ね、ちょっと45位なんですよ、うん、ハンドルの幅は、ハンドル幅は、あ、そう、ハンドル幅変わって前回4、うん、400だったんですよ、うん、今38ね、はいはいはい、私の身長だと多分380とかで、うん、そうだね、はい、それ以外のパーツは、まあ、デュラエースにでもほぼ、そうですね、スペック的にはそうですね、クランクの長さがちょっと短くなって、うん、前回170だったんですけど、うん、今167.5で、167.5ね、はい、使ってます。で、キャノンデールのエアロナ、はい、ちょっとね、ボトルケージの、はい、これもね、はいはいはい、そんな感じのバイクスペックで、そうですね、ロゴもね、はい、はい、ちょっと今日ちょっとあいにくの天気なんで、ああ、そうね、雨降ってるから、ね、はい、あんま光ってはないんですが、はい、で、今後は、この後南魚沼、そうですね、来週、はい、福島の、福島か、はい、福島ツーデイズね、はい、はい、あれに出させてもらって、うん、で、その翌週か、うん、来週は、1年ぶりの南魚沼ロードレース、うん、はいはいはい、クリテも出る予定だと思います。なるほど、多分じゃあ新潟の皆さん、南魚沼にぜひ、はい、来てください。鈴なり妖怪を見に来てくださいと、はい、見に来てよ、はい、その後はジャパンカップ沖縄、そうです、あ、ちょっとね、その、うん、まあ、これからちょっと公表する予定なんですけど、うん、今月末にめちゃくちゃ大きい大会出る予定なんで、うん、ちょっと、はい、それ発表があると、はい、なるほど、はい、この動画いつ頃上がります、はいはいはい、この動画、この動画はね、1週間以内ぐらいに上がるかな、早かったですよね、うん、そうですね、そうそう、ちょっと、まあ、私の SNS ぜひ、はい、はい、見ていてください、はい、はい、なんでちょっとまだ後半シーズン、今日から後半シーズン開幕って感じだったんで、うん、はい、わかりました、はい、
じゃあまた新潟に1年後遊びに来てください。はい、はい、すーちゃんでした。バイバイ。はい、はい、ということで、すーちゃんのバイクご紹介でございました。先週末ですね、開催されました世界選手権女子エリートロードですね、土曜日か開催されておりましたが、初参加で完走というね、素晴らしい走りを見せてくれました。で、よくね、この8月9月、新潟の南大沼でですね、合宿していまして、まあ、この前もですね、うちの店に寄ってくれたんですよね。この後はツールド沖縄かな、ジャパンカップも走るのかな、まあ、昨年のですね、リベンジができるかどうか、みんなで応援していきましょう。で、この後ですね、ちょっと動画の方ですね、新潟ヒルクライムの、男子総合優勝のトレタマさんのですね、バイクスペックもご紹介していきます。こだわりのですね、カスタムになっておりますので、ぜひご注目ください。ちょっとね、声がこんな状態なんですけど、頑張って編集していきたいと思います。アップしていきたいと思います。はい。ではでは、またアップします。